ロゴマーククアラルンプールで、マレーシアインド人会議の本社、マレーシアインド人会議は、1946年に結成された、マレーシアの政党である。党員は、インド系住民に限定されており、その利益を専門に代表する唯一の議会政党。独立後は、マレー系の統一マレー国民組織及び、マレーシア家人協会と組むことで一貫して、連立与党の地位にあり、 現在も与党連合である国民戦線に加盟している。第二次世界大戦中にチャンドラボースが率いた自由、インドカリ政府の活動を基礎として1946年、インド国民会議をモデルに結成された。現在も党の行事でボースを検証している。結成当初はインド系の中でも都市部に集中していた北。 インド系住民の影響が強かったが、次第にエステートで働く、農園労働者として地方に散在している、南インドタミル系住民からの労働、福祉面の要求を中心に代表するようになった。2004年の総選挙では、下院で3.2%の得票で9議席を獲得した。ただし小選挙区制のため選挙では BN を構成する、他党。 特に安炉の協力がなくては議席を確保できない状態である。2008年総選挙では与党批判の中大きく後退して3議席にとどまり、党首のサミー・ベル公共事業大臣も落選した。日本語での研究所には山田光、多民族国家マレーシアの国民統合インド人の周辺化問題がある。ありがとうございます。